ちは。こんにちは、佐々木豊さん。もうね、日に日に25日の開幕戦が楽しみだな。もう秒読みになってきましたけれども、まあ、楽しみといえば新助っ人外国人の、ね、人たちが続々と試合に今オープン戦で始めてます。やっと調子悪いな今日今ね、アイスクリームを食べてましたんでちょっと噛み噛みあったなちょっと噛み噛みなんですけど、まあまあ意味は伝わったと思うけど、よかった伝わってくれれば。いや、まあ楽しみやな、楽しみやけど、やっぱり外国人ってさ、はい、そのチームのものすごく命運を握ってる外国人もいるし、はい、まあ、そうでもない外国人もいるけども、はい、まあ、昨年のヤクルトをね、うんうん、サンタナ、オスナ、はい、これ見てるとやっぱ彼ら2人がいたからこその優勝だったしね、うん、でオリックスの方はそんな外国人っていうのは頼ってないんだよね、はい、そうですよね。ただやっぱこう外国人が必要なチームっていうのはやっぱりいるよね、はい、いますよね。あ、だから外国人の出来次第によっては順位が大きく変わるっていうね、はい、まあ、そういう可能性もあるよな。そうですよね。なので、まあ、シーズン直前ということでここでちょっとやっとね、はい、オープン戦に出てきた新助っ人外国人、はい、どうなのっていうところを豊さんに見て、まあ、全部は見渡してね、はい、全部は見れてないんだけども、はい、俺が見た範囲の中でね、はい、ちょっといろいろ言っていきたいと思うんです、ね、そうですね、もうこれはセンパー、混ぜこぜでやっちゃいます。はい、まずは西武、はい、レフト、はい、オグレディ、これあれですかね、3月18日のオープン戦では2番を打ってましたね、はい、まあ、超攻撃型の、はい、打線を組むんだったら、まあ、2番でもいいけども、うん、それとこの外国人っていうのはほとんど引っ張りなんだよね。うん、だから右方向に打てるということから考えると、はい、ランナー一塁にいた時に一三塁を作れる可能性のある外国人だよ、うん、はい、でちょっとね気になるのは左肩が出すぎるんだよね、うん、ということはこうドアスイングで出てきてるというバットが、はい、だからちょっとアジャストしていくのは結構苦しいかもわからない。ちょっと時間がかかる。はまれば結構大きいのもあるしね、うん、怖いバッターにはなると思うけども、はい、こう右肩が出るバッターってさ、やっぱ落ちるボール変化球に弱いんだよね。あ、拾えないという、はい、だからまあそこら辺がちょっと気になったけども、うん、でも彼真面目そうだしね、はい、まあ、一生懸命やるタイプだし、うん、だからまあ好感は持ってるんだけども、はい、この出方がどうなのかというところだよね。そうですね、日本人ピッチャーってやっぱり変化球が多いので、特に外国人に選手には多いからね。そうですね、うん、だから、まあ、そこら辺で苦しめなければいいなっていうふうに思ってるけどね。西武ってあれですね、例えば1、2番タイプとか、うん、例えば6、7番タイプの外国人取るの結構好きですよね。まあそうだな、うん、まあでも日本人でホームラン打てるバッターが多いからね、あそこはね。そうですね、うん、そういうことの兼ね合いもあるんですよね。さあ日本ハムですけれども、はい、ショートのアルカンタラ選手、そしてサードのヌニエス選手です。はい、まあ、三遊間、はい、守るかもわからないというね、うん、ショートのアルカンタラ、はい、ハンドリングだとか守備はそんなに下手ではない。おー、ただ送球がねちょっと横振りなんだよね、手が。あ、そうなんですか。だからこうサイドにずれるという、こう大きく、はい、だそこがちょっと心配だけども、うん、まあまあまとまりのある選手ではあるよね、うんうん、ただバッティングというよりもやっぱり守備で見せる選手かなっていう。あ、どちらかというとね、はい、うん、まあ、そんなに多くは、まあ、外国人だからホームランだとか、うん、そういうのを期待するかもわからないけども、はい、ホームランはそんなには期待しない方がいい、この選手は、うん、それと足も結構動くタイプでね、向こうでやってる時はね、うん、盗塁も結構やってて、うん、ただちょっと年齢がいったからね、はい、まあ、そこら辺の足っていうのが使えるのか使えないのか、うん、そういう選手だね。そしてサードのヌニエ選手、この選手はいい選手。お、この選手はやっぱ真面目だわ、はい、真面目だし、はい、まあ、メジャーで そのホームランとかもいろいろ見たけどもね、うん、パワーも秘めてるし、はい、だからハマればいい外国人、うん、いい助っ人になるんじゃないかなっていう、まあ、守備はそこそこだよ。じゃあヌニエ選手は守備の方はちょっとそこそこという感じだね、うん、アルカンタラ守備うまいけどね、うん、ただ横振りが気になるという、うんうん、ただこの2選手はやっぱり日本人選手に、まあ、日本ハムの選手たちと争っていくわけですもんね。まあ、そうだね。そうです。だから例えば外野をやらせてみたりとか内野やらせてみたりとか、まあまあいろいろ、いやでもまあ新庄監督だから、はい、まあいろいろやらせてるとは思うけどね、はい、まあアルカンタラ選手っていうのはセカンドもできるし、はい、まあ、いろんなポジションがこなせるタイプだよ、ね、うん、うん、
このあたりもちょっと競争が激しくなりそうですね。いやそれはもう競争させて今年は行くと思うよ、ビッグボスが、はい、うん、外国人だとかそんなのあんま関係なくね、うん、はいはい、さあ巨人ですけれども、はい、まずポランコ選手、ポランコ、はい、ダルビッシュとの対戦をちょっと見たんだよね、はい、全部三振してたねそれも決まってお決まりのように低めの変化球振る方ですか、それ見送る方なんですか、振ったんだ、いや相手がダルビッシュだからさ、うん、それを抑えられたのかも分かんないけども、うん、佐々木朗希との対戦の時に、はい、フォアボールを取ったシーンが13球ぐらい粘ったのかな、はい、フォークもカットもいろいろこうファールにして粘ってフォアボールを取って、で岡本につないで岡本が満塁ホームランを打ったという、まあ、そういうシーンを作り出したんだけどもさ、はい、割と対応は早いのかなという、うんうんうん、そんな感じはするよね。そうですね。それとオープン戦でいきなり上に上がって、はい、佐々木朗希だからさ、それは面食らうよね。いやまだ106キロ早いよみたいな、まあ、そんな感じではいたと思うんだけども、でもそれにもこうなかなか対応力も備えてたし、はい、ハマれば面白い選手だね。そうですね、あのファームでも実際そのやっぱりフォアボールを取る数っていうのはすごく多かったみたいなので、うん、でオープン戦で3番を座ってたこともあるんですけど、これそうするとあのフォアボールも選んで塁に出られる3番で岡本選手につなぐっていう構想が原監督にはあるんですかね。まあまあパワーも秘めてるからさ、うん、それはもちろんそのホームランも打ってほしいし、つなぎという選手よりもやっぱり主力だよね。あ、打ってほしい、打ってほしいよね、うん、それとなかなか動けそうだしね。そうですね、あだからハマればいいと思う。ただね、弱点はねまだねこう大きく見えてるんだよね、うん、それを今シーズンかけて消せるようであれば、はい、まあ低めのやっぱりそういうダルビッシュが抑えたように、はい、低めの変化球っていうのが、うんうん、ちょっとどうなのかなっていうのがあるけどもね、はい、うん、だからまあそこら辺をちゃんと見れるのか、うん、向きになっていくのか、うん、あまあそこで全然変わってくると。そうですね、うん、ただ外国人にしたらフォアボールをすごい選べるっていうのは、あそれはもう立派なもんだよね。そうですよね、うん、さあそしてレフトを守っていたウォーカー選手です、うん、ウォーカー面白いね。お、どんなところが。いやこれはなんかこうとにかく動けるということ、うん、まあね、昨年やっぱジャイアンツが取った外国人っていうのは、うん、足が遅かったりだとかさ、まあ、アキレス腱切ってね、うん、すぐ帰国しちゃった外国人もいるけども、うん、まず動けるということがすごく一安心だよね、はい、それとやっぱ荒削りだけどさ、はい、日本で成長すると、うん、結構長く日本にいるタイプかもわかんない。あ、このウォーカー選手、うん、へー、というのはやっぱ向こうの独立リーグとか、はい、いろんなところでやってたと思うんだけども、うん、バネがあるというかさ、はい、そういうことを感じる、はい、でなんか日本でいろんなことを教わって、うん、なんかこう開花しそうな、そんな予感をさせる外国人だよ。じゃあ例えば本当に1、2年、2、3年で帰ってしまうような感じではなくて、いやいや、これ日本でジャパニーズドリームをつかむような、ただ髪型がちょっと気に入らないけどねドレッドヘアかなんかね。ダメですか。いやダメではないけど、ローズとかもやってたし、まあまあでもあそういうことかみたいな、うん、まあそういうのがちょっと気になる。そこですね、気になるのは、うん、いや気になるっていうのはさ、うん、まあ外国人だからこう当てはまらないのかもわからないけど、うん、はい、やっぱ姿形身なりっていうのはすごく大事じゃない、はい、だからそこら辺がその感覚、うん、感性がどうなのかなっていう、あもう、まあ、外国人だからしょうがないのかなっていうふうに、うん、まあ、見れば気にならないし、はい、でも日本でやっぱ上手くなってここで生き延びるんだっていうような姿ではまだないよね、身なりとすれば、まあ、まあ、まあ来たばかりですよ、うん、でもそこも教えてあげたら、うん、俺はなんかすごく面白い外国人になるんじゃないかなと思う。あ、注目ですね、ウォーカー選手。やっぱもう一発も秘めてるしね、俺は期待をしてる、うんうん。さあ続いて楽天ですけれども、うん、レフトを守っていたマルモレホス選手。マルモレホスね、はい、なんて言うんだろう、足遅いな少し、はい、うん、まあホームランのシーンだとかいろいろこう見たけど、まあ中距離ヒッターかなっていうような感じです。ただ打ち方はね、うん、悪くはないし、すごく活躍するんじゃないかと思うけど、うん、やっぱ左なんだよね、うん、どっちにしても なんでやろうなと思うんだけど、はい、まあまあでも外野よりはファーストもできるんだよ。あ、そう、ファーストの方が安心して見てられる。
守備的にちょっと足、うん、まあそうだね、はい、だからまあそこら辺が、まあ、日本人は結構隙があったらどん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 先の塁を狙っていくから、うんうん、外野に置いとくよりもファーストの方がいいのかなっていう感じなんですね。で、まあ、5番を打ってたんですけれども、この5番に関してはそういうバッターなんですね。まあ全部ホームランっていうよりも的確に打っていく、そういうタイプだよね。はい、うん、だからまあまあ期待はできると思う。おー、うん、そして DH でギッテン選手です。ギッテン選手ね、はい、これはね右方向に多いんだよホームラン。はい、で引っ張るとラインドライブがかかって、うん、引っ張らした方がいいバッターですね。引っ張らした方がいいんだよね、うん、はい、でほとんどやっぱこう右に長打が出るっていうバッターなんだけど、この選手も守りとしてはファーストなんですよ。まあ、DH で出てたんですけど、ファーストじゃあ、そうか、だから、DH が合う合わないっていうのがあるからね、はい、だからそのレフトを守ってた外国人と、はい、うん、どうやって掴むのかなっていうのが見ものだけども、うん、パワーはあるわ。楽天パワーのある選手がバーッと並びますね、うん。まあ、穴はやっぱりインサイドだよね。あ、このギッテンさん、うん、手が伸びるゾーンにボールが来ると強い、まあ、外でもってことですよね。外でも外でも、ただインコースがちょっと弱点だから、どこの球場でも右ホームランに持っていけるだけの力あるからさ、はい、右方向、反対方向、うんうん、だからまあまあハマればすごく活躍すると思うけどね、うん、ただ穴はちょっと見えてる。あ、この選手はそうなんですね、うんうん、インサイドということで。さあ、ソフトバンクですけれども、ガルビッシュ選手1番ショートでしたけれども、やっぱり守備の選手かなと思いますね。まあ、ショートに入るってことはそういうことですよね、うん、まあそうだね。でもどこでも守れる、まあ、三塁もできるし、はい、セカンドもできるし、場合によってはファーストもできる、うんうん、ね、だから日本に来て初めて覚えた言葉がお腹すいたっていうそこ、いやいや、そこ、それは母国語でお腹すいたっていう発音するのは小さな家っていうことなのでね、それをお腹すいたっていうのは日本ではハングリーっていう、それを誰かから聞いたんでしょうね。誰から聞いた、小さな家、そう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 、お腹すいた、お腹すいた可愛いですね。可愛いんだよ、可愛い、うん、それで表情も可愛いんだよ。あ、そうなんだ。だから愛されキャラだと思う。あ、いいですね。でもね、守備はね、やっぱね、うまい。ただショートっていうとやっぱり、うん、今宮選手、いや、いるよね、はい、ただ、まあ、セカンドもできるし、はい、まあ、どのポジションでも内野だったら、うん、おそらくこなしてくれると思う。じゃあ、守備よくて、でプラスバッティングってどんな感じ、まあ、バッティングは、まあ、そこそこだろうね、うん、だから、まあ、ショートができて、はい、本当に上手くて、うん、バッティングが良かったら、向こうが離さないんです、うん、やっぱ向こうだって、ね、アメリカだって、まあ、例えばその二遊間とかね、うん、できる選手っていうのは、多分減ってるはずなんだよね。うんうん、だからそういう意味ではやっぱバッティングはそこそこって考えておいた方がいいと思う、ね、もしかするとそのやっぱ今宮選手とこう併用しながら、まあ、併用とか、うん、まあ、例えばどっかの守備方に入ってくるとか、はい、まあ、エチェバリアもそうじゃない、ロッテの、あ、ちょっとバッティングがあれだけど守備は見せるというさ、うん、やっぱ守備での貢献をしていくのかなっていう風な選手、うんうん。さあ、そして阪神のケラー投手です。ケラーね、はい、結構もう来る前から注目されてました。そうだね、はい、まあ、っすぐはね150キロぐらいだろうね。あ、そのぐらいなんですね、うん、ただやっぱ大きな変化球がある、はい、カットと縦割れのカーブと、はい、でそういうコンビネーションで投げる、だから緩急が使えるピッチャー、うーん、だからすごく阪神のピッチャーらしく、はい、だからすごくまとまってる、決して大崩れするようなそういうピッチャーには見えない。あのスワレス投手の穴を埋めるって言われたのこのケラーなのかどうか分かんないけど、はい、どういう風な使い方になるかまだ分からないけどね、はい、ただスワレスは160キロをコントロールしてたから、はい、それよりは若干やっぱスピードは落ちる、うんうん、ただ変化球の使い方はスワレスよりは上手いと、うんうん、だからまあそこら辺で、まあ、どっこいどっこいっていうふうに考えるか、はい、それともスピードが欲しいのか、うんうん、まあ、これはまあ矢野監督のね、はい、試合一つだけども、でも大崩れは絶対しないピッチャー、あ、
あ、じゃあ安心して、そうだね、見てられますよね。そう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 、まあ、今ちょっとね、ざっと注目した選手を挙げましたけれども、はいはい、まあ、変わらない球団もいるからね、まあ、ヤクルトもそうだし、はい、DeNA もそうだし、はい、だから新しい外国人を取ってない球団もいるけども、はい、まあ、やっぱり実績を積んでるね、日本で、うん、そういう選手の方が安心感はあるけどね。あ、もちろんそうです、ね、でもこれピックアップした選手たちは爆発力を持ってるから、はい、チームに貢献していくんじゃないかなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、まあ、今挙げたこの新助っ人外国人の選手たちがどれぐらい今年ね活躍してくれるか。いや、それはもうチームの面を握ってる外国人も中にはいるから、うん、そうですよね。まあ、頑張ってほしいよね。はい、はい。